無印で買える痩せるおやつ選んできました。今回は美腸活専門家としての観点からランキング形式であなたに3つお伝えしていきたいと思います。でまたこの痩せるおやつですね、痩せるそのポイントなんですけれども、もうズバリ腸内環境を整えてくれる食材だから、プラスですね、今回はヘルシーなお野菜を使ったおやつご紹介してまいりますね。では早速ランキングの第3位からご紹介していきましょう。第3位はこちらです。無印良品で買える国産野菜のスティックかぼちゃです。でこちらですね、カットしたこのかぼちゃをですね、塩やもう調味料なんかも一切使わず、もう無添加でカリッとこう焼き上げてくれてるんですよね。でお子様とのお出かけにも便利なチャック付きですということで、こちら本当にチャック、ジッパー、チャックが付いてますから、その少し何回かに分けて食べることもできますよね。この袋がもうそれ、このそのものがその保存袋になっていますから、もうすごく便利だなと思って手に取ってみました。あと裏面をチェックしていきましょう。こちら原材料名かぼちゃ、ここ大事、かっこ国産です。海外の材料じゃないんですよね。ちゃんと国産かぼちゃを使ってくださっていて、もう先ほどお伝えした、まあ、塩とかね、例えばこう人工の化学調味料ですとか、アミノ酸ダメなんですよ、調味料かっこアミノ酸などと書いてあるのは化学的な人工甘味料ですから、もう絶対にそのようなものが添加されているおやつは買わないでくださいね。あなたの肝臓や腸をこう負担をかけてしまってですね、結果ダイエットがね成功しにくくなってしまうからなんですよ。そしてこのかぼちゃのを使ったこのおやつがなぜ痩せるのかという、そのかぼちゃのダイエット効果を簡単にお伝えします。なんといっても低カロリー低糖質なんですね。やはり太る原因は糖質ですよ。糖質をいかにその抑えて、またあなたの血糖値をこう急上昇させないことがその痩せるポイントなんですよね。いきなり急上昇してしまうと、その血糖値ですね、脂肪を溜め込みやすくしてしまうからなんですよ。でまた不溶性の食物繊維が豊富なので、もうとにかくその腸内環境が整って、痩せ菌と呼ばれるその善玉菌の餌となってくれるわけですから、もうこれはもう絶対に欠かせないポイントなんですね。で低 GI 食品というのは、先ほどお伝えした通り、その血糖値を急上昇させる数値が低いわけですから、脂肪を溜め込まずに済むんですよということなので、このかぼちゃを使ったおやつを私は今回第3位として選びました。続いて第2位はこちらです。無印良品のさつまいもチップです。でこちらはちょっと読んでみますね。国産のさつまいもを素材本来の味を生かす製法でカリッと仕上げました。もうほんとね、カリッとしてて美味しいんですよね。もう思わずこうポリ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 ね、全部一袋を食べれてしまいそうな勢いで、まあ、それぐらい美味しいんですけれども、ちょっとこちら一袋あたり、まあ、74g 入ってるんですが、カロリーがねやっぱり380kcal ありますから、一気に食べるのはちょっと食べ過ぎかなと思いますね。もう美味しくてね、分かるんですけども、やはりこちらもまあ、3回ぐらいに分けて召し上がっていただきたいなと思います。でこちら原材料チェックしていきましょう。さつまいも国産です。ここも国産大事ですよね。そしてもう油で揚げてあるだけです。でこちらと先ほどの第3位のこちらはやっぱり油菓子、油で揚げてありますから、食べ過ぎは NG ですよね。やっぱり脂質取りすぎてしまっては、糖質と、まあ、プラスになると太ってしまいやすくなるので、食べ過ぎには注意なんですね。でも結局腸内環境を整えてくれる食材ですから、本当市販のスナック菓子なんかでも全然もう断然いいです。もう絶対こちらの方が良いと断言します。そしてこのさつまいもの痩せる効果なんですけれども、かぼちゃと同じ低 GI 食品ですから、脂肪を溜め込みにくくしてくれますし、また食物繊維も豊富、イコール腸内環境を整うおやつになっているんですよ。それでは今からいよいよ堂々の第1位をご紹介していきたいと思います。こちらです。
無印良品の素材を味わうスティック切れ端干し芋です。いいネーミングはいいですよね。切れ端なんですよね。すごくこれはですね、美味しいですよね。私もさつまいも系のおやつ大好きなんですけれども、特にこういった干したもの、まあ、ドライフルーツとかもそうですし、こういった干し芋もそうなんですけれども、干される干すことでですね、このお野菜の栄養がこうグッとこう上がる。しかもその栄養素も凝縮されまして、生で食べるよりももう断然栄養価が高くなるんですね。なので今回第1位として選んだのはこの干し芋だったんですね。でこちら干し芋をスティックにカットする際に出る切れ端の部分を集めました。美味しさは変わりませんって書いてます。もうその通り、全然変わりません。もう美味しさはそのまんまなんですよね。ちょっと後ろ見てみましょう。こちら1袋あたり 75g 入っていて、エネルギーが 229kcal です。やっぱりお芋なので少し、まあ、糖質持っていますから高めですよね。なのでこの干し芋も食べ過ぎには注意です。でこの干し芋を食べるその、まあ、タイミングであったりとかで、痩せるですね、タイミングであったり、1日あたり取っていこう量を今からお伝えしていきます。こちらです。干し芋の、まあ、ダイエット効果なんですけれども、例えばあなたがこうダイエットされていらっしゃるようであれば、こうお食事の時の、まあ、白米、まあ、お米の代わりにこの主食をこの干し芋、まあ、2枚程度にこう置き換えるっていうのも一つダイエット法としておすすめなんですね。でこちら食前がよりダイエット効果を上げるためにはいいかなと思うんですけれども、まあ、もちろんそのお米の代わりに主食として干し芋に置き換えてもいいですし、また別の方法としてはこの干し芋ですね、食前にも食べてしまうんですよ。食前の20分から30分前ぐらいにこの干し芋をですね、まあ、2枚程度食べていくと、その満腹中枢が刺激されて、もうそれだけでこうすごく満足になるんですよね。お腹いっぱいになるわけです。でまたこの干し芋ですね、こうよく噛めば噛むほど味が出ますし、すごく噛み応え、まあ、食べ応えがありますから、すごくあなたはですね、その食べ過ぎ防止にも役立つおやつになるんですよね。で目安としては1日、まあ、1回あたりですね、まあ、ご飯の代わりとされるのであれば 25g 程度がベストですね。まあ、イコール 75kcal まで抑えることができるので、白米の約半分ぐらい、お茶碗一杯の半分ぐらいのカロリーで抑えることができるんですね。なので無印さんの場合は1袋あたりが 75g でしたから、1回あたりの、まあ、1日取る 25g ですから、75なので3回分入ってますよね。お米の大きさだったら、まあ、お茶碗3杯分に置き換えることもできますし、まあ、目安としてこういった形で食前に取るのもOK ですし、上手に干し芋を白米の代わりとして、その糖質を取る意味でもですね、あなたのこうダイエット食としてさつまいもを使うというのもね、いいと思うんです。でしかもまあおやつ感覚で食べれますから、その我慢しなくていいですよね。やっぱりこうダイエット中でもおやつって美味しく食べたいじゃないですか。もうその気持ちすごくよくわかります。過去私も本当に太って、今よりもですね10キロ太っていた時期があってですね、もう腸内環境を悪くするおやつばっかり食べていて、もうどんどん体調不良にもなって、もう最悪な時期があったんですけども、今ではこのような腸内環境を整えてくれる痩せ菌と呼ばれるその善玉菌のその喜ぶ餌になるような材料を使ったおやつを美味しく、このバランスよく食べることでストレスもなくって、今でもこのマイナス10キロの体型を維持しておりますし、もう何よりね、体調がめちゃくちゃいいんですね。もう10年前に比べたらもう風邪もひきませんし、病院のお世話にもここ数年お世話になってませんし、何よりこうして毎日元気で仕事ができて、必要な方にこの思いをですね届けていけるという、まあ、こういった環境にいられるってもう本当に幸せなんです。あなたもいかがですか？本来のご自分を一日も早く取り戻していただいて、なりたいご自分、なりたい体型であったり、やりたいことであったりですね、そういったことにこの私のお話をその役立てていただければ、もうこんなに嬉しいことはないです。さあ、いかがだったでしょうか？このチャンネルではこのようなさまざまな腸活法、ダイエット法、健康法をあなたにお伝えしてるんですね。そのことであなたがその健康的で綺麗に痩せるを応援しているんです。ですのでぜひ、高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、どんどんご参加くださいね。でまたこういったダイエット法や健康法、
ご質問や悩んでいらっしゃる方は皆様詳細欄に LINE のリンクを貼っておりますので、そちらからご登録をご相談されていらっしゃいます。あなたもご質問であれば遠慮なくご相談してくださいね。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。